なんかいつもと違う。ママ。プラス 5G。 パパ。あ、プラス 5G。 何？プラス 5G って魔法の言葉よ。知らんかな。UQ マイマックスプラス 5G 新登場。進化したネットは UQ だぞ。 UQ マイマックス。で、結局何？検索して。5G がテーマなんで、ちょっとなんかみんないろいろ思い思いにパワーアップしてる。何この感じ。7 5G。 ねえ、他の象とのポーズもある。竜神様とかいいかも。上がらないのか。ここが上がらない。はい、このまま。よーい。スタート。何この感じ。ママ。魔法の言葉よ。違うけどね。せーの。ゆっ。あー、花だから。すごい。すごい。それ。何この感じ。アマ。プラス 5G って魔法の言葉よ。知らんかな。せーの。ゆっくり。行きます。はい、マイマックスプラス 5G 市場。ちょっといつもより難しいですよね。もう一回行きましょう。行きます。3、はい。マイマックスプラス 5G 新登場。進化したネットは UQ だぞ。結構来てました。せーの。せーの。はい。せーの。はい、ポジで返してます。やったー。巻物といってもちょっとこういうモダンな感じの着物だったので、とっても新鮮で楽しかったです。そうですね、みんな同じ色で、でもそれぞれ個性があって、見るのも楽しかったですし、着るのも楽しかったです。巻物っていってもなかなかない着物の着方だったので、斬新で面白かったです。せーの。カラさんです。カラさん、その気を使わないでくる。色気です。この世代の人は分かると思うんですけど、あんみつ姫みたいで可愛いなってずっと思ってました。入ってきた時からすごくかっこいいなと思って、はい、着物が、はい、似合う女性になりたいなと改めて思いました。結構起きる時間がどんどん早くなっちゃって、今日も朝5時に起きて犬にご飯あげたりとか準備したりとか、時計見てまだ全然時間があると思って、明日みんなに会えるなっていうのもありますし、お仕事だっていうのもありますし、やっぱり早く起きるとすごくいろんなことをできるので、
そういう時間の使い方はできるようになりました。ほとんどの時間動画を見てるので、それがこうサクサク早く手軽に見れたらいいなと思って、あとやっぱり最近はもう本当にネットショッピングというか、ポチってすぐ何でも買っちゃうので、そういうのも引き続きたくさんしたいなと思います。最近やっぱ買いに行くよりもまずは探しちゃうので。そうですね、やっぱり控え室とかスタジオに着くとまずこう Wi-Fi を探してみたりとか、これがあると本当にスムーズですよね。そう、美容院だったりとか撮影の合間だったりとか、はい、もっと断捨離をしたいです。もっと生活をシンプルにしたくって、いつか使えると思って残しちゃうタイプなんですけど、とことん捨てていきたいな、明日やろうでも思いながら、もう春になりました春から始めたいですなんかやっぱ思い出とか、あんまり使ってなかったしもったいないなとかいう感情が出てきちゃうと、あと別に誰にも話さないんですけど、誰かにあげられるなとか思ってずっと取っとくタイプなんですけど、それをちょっと一旦やめたいなと思ってます。肌着肌着大事じゃない？肌着ってなんか増えません？知らない間に。しかもタイミングがちょっと、確かにもう捨ててもいいかって思っても、なんかずっと、まもう一回もう一回着れるかとかなんか思っちゃう。普通にお休みもらえたら、本当は海外とかなんかいろんな国に行って、いろんな景色見たいなとはあるんですけど、今年のゴールデンウィークは、ちょっと遠い行ったことのないところまでドライブしたいですね。じゃあ琵琶湖遠いですね、でもちょっと行ってみます